こんにちは、タノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐい、あるいはオリジナルのバンダナを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、よくヘルメットですよね、単車なんか乗る時のヘルメット、あれの下にですね、つけるバンダナであったりとか手ぬぐいをですね、ちょっとね、今日紹介したいと思うんですが、まあ、実はですね、よく何々ライダーなんとかみたいな、クラブがあったりしたときに、そこからですね、仲間内でちょっと同じバンダナをということで言われることがあるんです。で、実際ですね、100枚ぐらいからでしたらバンダナ全然作れます、ね、53センチ角で、バンダナを作って、その、ね、上にヘルメットをかぶ、まあ、フルフェイスとかジェットとか、まあ、いろんなヘルメットの形があるんでしょうけども、やる、まあ、それによって蒸れることなくですね、かぶれるというのでいいんでしょうけども、まあ、そういったそのバンダナだけではなく、実はですね、こういった、ね、手ぬぐいもちょっとありじゃないかということで、過去何回かそのバイクのクラブの方にお納めさせていただいたことがあるんですね。で、これは本染めなんですけども、まあ、プリントでも全然大丈夫です。白馬の多いプリントでしたら非常に吸水性も良くて、蒸れることもなくですね、頭に巻けます、まあ、実際ですね、まあ、バンダナと比べてはどうなんでしょうね、まあ、同じ染料と本染めになりますので、まあ、手ぬぐいの方がすごく大きい分巻きやすいかもわからない、ちょっとで、ね、出てくるかもわからないんですけどね、巻きやすいかもわからないですね。まあ、そんなことで、手ぬぐいをということで何回か言われたこともあります。ですから、まあ、バンダナがね、一番、まあ、皆さんよく使われるかもわからないですけども、手ぬぐいってなりますとオリジナルでも敷居がだいぶ低くなりますし、できやすいです、作りやすいですね。ですから、ぜひですね、このあたりもバンダナだけじゃなく手ぬぐいで、ヘルメットの下につけるっていうのをぜひですね、考えてみてください。よろしくお願いします。